ただきまーす。いただきます。いただきます。うん。何これ濁っとる。うん、濁っとらんやろ、赤味噌やろ。だって濁っとんもん、いつも白かった。うん、だってあれ白味噌やろ。中身も少ないし。みやちゃん、白味噌の方が好き？ママの味噌汁が良かった。じゃあ食べなきゃいいじゃん。みやこ、翌日、今度は俊兄が大人げなかった。どうしたと、しゅんくん。いや、今日食欲ないから。そんな姉貴としゅん兄のボイコットが何度か続いたある朝だった。合わせ味噌。え、でも今日からはもうこれしか作らないって決めたから。食べるのも食べないのもあなたたちの自由よ。いただきます。いただきます。お料理ね、私が作るから。親父が死んだ。お待たせしました。なんでさ、あこさん、これ確かこれ親父が初めて俺たちに作ってくれた料理です。どうね。おいしい。うん。家族の思い出の味で遠い記憶が蘇ってゆく。わかんねえんだよ俺、家族って何なの。煩わしいだけじゃないの。どの面下げて言うのか。二人に知ってほしいことあって。